ハッピードリンクショップとは、主に山梨県とその周辺の地域に設置されている自動販売機のドライブインで、通常の自動販売機よりも価格が数十円安価に設定されており、山梨県開始の株式会社フローレンが展開している。ハッピードリンクショップ上、アハラ2号店乗用車が数台駐車できるスペースのある空き地に複数台の自動販売機が設置され、 安さを売りにした広告が飾られており、すべての場所に店舗名が記載されている。ハッピードリンクショップは登録商標であり、登録が完了した2007年以降には、インディゴブルーの看板に商標の証であるが掲出されるようになった。管理は基本的に、会社にある株式会社フローレンが行っているが、一部の店舗では別の管理者が行っている。広告の通り値段は、 一般の自動販売機の価格より20円から50円ほど安くなっているが、設置される場所によって値段が変化しているほか、原油価格などによって値段が変化することもある。フローレンはもともと小売店への自動販売機の展開や清涼飲料水の卸売業を営んでいたが、2003年より自社による自動販売機フルオペレーション事業を開始。 2004年に社員による命名案を採用して、ハッピードリンクショップの名称で展開を進めている。2006年頃より知る人ぞ知る状態であったが、2008年頃より山梨県を中心に設置される場所が急増した。山梨県だけでなく、長野県や静岡県東部、神奈川県、群馬県の一部に進出しているが、特に営業所が複数ある、長野県で数を増やしており、 2010年秋には松本市に長野県3カ所目の営業所を開設した。2017年時点で長野県内の店舗が増えたことで店舗数は約1200にも上り、これを両県でほぼ半数ずつを展開しているとしている。ゆるキャン作中でラッキードリンクショップとして登場したが、第一期アニメ終了後にフローレンがゆるキャンとコラボレーション企画を実施。 キャラクターの描かれた自動販売機の上にラッキードリンクショップと横に書かれた看板を設置している。また、ラッキードリンクショップの店舗はゆるキャンのオリジナルグッズが当たるようになっている。一つの店舗に複数のメーカーの自動販売機が一台ずつ設置されている。必ずそのメーカーの自動販売機が設置されているわけではなく、また同じ場所にあっても価格が違う。 なお、販売されているのは清涼飲料水のみであり、飲酒運転につながる種類の販売は行われていない。他ハット AB 株式会社フローレン会社案内、AB 更新地方でよく見る、自販機、ハッピードリンクショップ、一体何箇所あるか聞いてみたら、J タウンネット、2017年2月2日。ありがとうございます。